おはようございます。カモンマテリアル、マテリアルの坂上五郎です。マテリアルのあゆみです。カモンの日浦です。よろしくお願いします。はい、この番組は様々な才能のマテリアルを集めて新しいことにチャレンジしていくムービーズカフェマテリアル谷町の可能性を追求するために配信している番組でございます。はい、はい、ということでですね、はい、2月の18日でございます。はい、はい、さあ今日はですね、はい、僕、今恩寺にいるはずです。はい、恩寺にいます、はい、八尾ですね。八尾のね、八尾の恩寺にね、いるはずなんです今、はいはい、この瞬間ですね、はい、この1時からですね、うん、このカバトモル映画上映会 in チャキチアンとね、うん、これを今日やっておりまして、うん、はい、なんとですね途中で、八尾市長の挨拶も、あるということで、うん、市長にもうお越しいただくんですけどね、うん、はい、まあカバとトモルは、まあ後でまた詳しく言いますけどね、はい、あの兄弟みたいな作品なんで、うん、あのまあ、これからも一緒にねいろいろと上映会をやっていこうということで、やっておりますので、また後ほど詳しくお話しさせていただきたいと思います。はい、はい、ということで今日はどんな日なんでしょうか。はい、この日なんです、ね、はい、今日は犬猿運動の日です。犬猿、犬猿運動、はい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 、1978年昭和53年の2月18日、うん、東京四ツ谷で約40名の有志が集まり犬猿権確立を目指す人々の会が設立されました。すでに札幌では犬猿者を守る会、非喫煙者を守る会というのがありまして、はい、まあ、日照権、建物の日当たりを確保する権利というのを、はい、ヒントにして作られた犬猿権という新語で犬猿運動をアピールしました、はいはいはい、当時の、日本では犬猿運動はほとんど行われておらず、この会の、設立によって本格的な犬猿運動が始まった日とされております。まあですよね、要は煙を嫌がるというね、犬猿っていうのね、はいはい、もうでもね大阪はなかなか数多くないんですけど、東京って結構いろんなところに、うん、あの喫煙所があるんですよ。だから割とね あちこちに喫煙所があって、あのどこそこの喫煙所行ったら誰がおるみたいな話があったりとかするんで、はい、まあ喫煙所で人が出会うみたいな話もあったりとかして、ちょっとそれ映画にしたいなと思ったことがあるんだけどね。ちょっとおしゃれです ね、 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 ね、まあまあまあ、まあ、だから、住み分けというかね、うん、まあこれ嫌、煙が嫌っていう字を書くからなんかちょっと嫌な感じのね、あの響きにはなるんですけど、まあもちろんその吸う人の吸いたいって気持ちもあるし、で、まあでも逆に煙を吸いたくないっていう人の気持ちもね、あるんで、両方がハッピーになれるような感じになればいいんですけどね。はい、はい、はい、そしてもう一つ、はい、天王星の日です。はい、1930年の2月18日にアメリカローウェール天文台の天文学者クランド・トンボーが、うん、太陽系第9惑星、はい、天王星を発見した日となっております。はい、トンボーは1月23日と1月29日に撮影した写真の比較研究から、はい、動きのある惑星天王星を発見しました、うんうん、これによってトロンボーは一躍時の人となりました。そうなんですよね、惑星って ね動くんですよ ね、 ね、だからあの恒星じゃない惑星であるっていう、うん、そこが難しいです。恒星っていうのは要は太陽みたいな、うん、動かない、常にあの恒って常って読む、うん、でだから常に同じ場所にある、うん、あの星のこと恒星って、うん、で惑星っていうのはあの惑う星って書く、うん、動くから、うん、だから同じ場所にずっといない、うん、で、それが太陽系の中にある星だっていうことを発見したということがすごいことなんですね。すごいですよね。どうやって見たんでしょうね。いやだからあの本当にあの天体望遠鏡 の、うん、あの精度が上がったから。あ、いやもう本当にあの精度が上がれば上がるほど より遠いところの惑星を発見していくみたいな話なんですよね。まあ、その歴史がまさにその要は天体望遠鏡の開発競争が、うん、その惑星数を把握するあれ数に比例しているという話ですね。はい、でちなみにその9番目の惑星ということなんですけど、はい、太陽系の惑星は、言えますか。言えますよ、はいはい、水星、はい、金星、はい、地球、はい、地球、水金地、火星、はい、木星、はい、土星、はい、土星、で天王星、天王星、はい、はい、海王星、はい、はい、冥王星、はい、
水金地火木土天海明なんですよね。はい。はい。そうやって覚えました。はい。そうそうそう。僕らの時はね、水金地火木土天海明で、でだからそれこれがあの冥王星と海王星が入れ替わったりとか。してるんですけど、これはもう要は楕円のその軌道がね、太陽の周りを回ってるこの、軌道が楕円なんですよ。みんなこの楕円の形が同じ楕円じゃなくて、こっちはこうやねんけどこっちはこうとかってなってるから、そのより遠いところにいて今近いところにおるから順番今こっちの方が近いねんみたいな、水金地火木土って冥界になったりいろいろしてる。そうそうそう。だからまあその辺がね、なかなかその、リアルタイムで今何番目なんやろうみたいな話なんですけど、まあ、でも地球とかはもうかなり近いところにおるから、ね、あっちの方と入れ替わることはないですけどね、はい、太陽から近い順に、ね、そうです、そうです、うん、そういうことなんですよね、はい、というお話ですね、はい、はい、っていう日でした、はい、水金地火木土天海明って歌って、うん、まあどうでもいいねんけど、はい、また歌いましたね、はい、また歌いました、はい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 、ありがとうございました、はい、はい、はい、ということで、今日はですね、まあ、私の生まれ故郷というか、はい、育ちました、本当に本当にそこで育ったんですよ、うん、八尾の恩寺という、うん、ところで、はい、はい、で、小学校中学校と、まあ、その恩寺で過ごして、で、うん、高校は山本高校っていうところ行ったんですけど、家は恩寺やったんで、うん、まあ、恩寺から山本に通ってるみたいな、そんな感じでいたんですけど、でその恩寺ってどうやって書くんですか。恩寺ってね、恩義の恩に、知るに下に火書く、友って書く、そうそうそう、恩寺、あれだ、恩寺で、これがね、なんとね、恩寺神社っていうのがあるんですけど、はい、これは元春日と言われてて、そうなんですよ、もともとそれこそ神武天皇に関係があるって言われてる神社で、で今この間ね、マツコの知らない世界で今振ってあがったマツコの知らない世界で紹介されて、今パワースポットってことですごい人が言ってるの。そうなんですね。そうそうそう、なんでかというと、今年詐欺同士でしょ、はい、恩寺神社の神使、神の使いはウサギと竜だよね、でウサギと竜が両方を祀られてる神社っていうのはすごく珍しくて、で、しかも今年の江戸がウサギなんで、はい、今年のパワースポットとしてマツコの知らない世界で紹介されて、もうマツコの知らない世界の次の週の土日がものすごい車の列になったらしくて、全然大きい神社ちゃうねんだから駐車場とかちっこいから、はい、もうパンパンで、もうえらいことになってたって、うん、でその、第一鳥居のすぐ斜め前にあるの角にある茶吉庵で今日上映をやるということで、はい、もう神のご加護があるんじゃないかなと思うんですけど、ですよね、はい、そうなんですよ、はい、パワーをいただきたいです、パワーいただきたいですね、はい、で、まあまあそのカバとね、はい、灯るということでやるんですけど、まあ、カバはもう皆さんご存知の、我らが、友人ドラゴン川本隆弘が作った作品なんですけど、はいはい、灯るはその川本隆弘くんがプロデュースをして、僕が監督脚本をさせていただいた作品なんですけど、出演者がね、うん、結構被ってるっていう、そうですね、そうなんですよ、だから、灯るの主演をやっている、桜若菜、はい、山際るな役の、桜若菜はカバでは優子役ということで、うん、ね、まあ、一番最後にね、うん、顔が出てくる役なんで、うん、いい役なんですけども、はい、いろいろと泣かせてくれる役ですけどね、はいはい、それを15歳の時にやりまして、うん、で17歳の時にこの灯るを、はい、撮りましたと、でこの灯るで、桜若菜がやってる山際ルナの幼なじみで、うん、まあ、彼女を支える役になっている、島田春人という役を、うん、なんと辻翔くんがやってくれてるんですけど、はい、これがですね、また、うん、亮太っていう、カバでは亮太っていうね、うん、不良の、うん、在日の不良の役で不良というか本当は不良じゃないんだけど、うん、なんか喧嘩売られるから喧嘩してるっていうね、ちっちゃい時からキックボクシングやってたっていう設定なんですけど、実は、一切喧嘩もできないやつです何やったら運動神経あんまない方なんですけど、はい、
だいぶカバーの撮影の前にいろいろトレーニングをやって、うん、頑張ったみたいです、ね、だってめちゃキックしてましたもんね、うん、っていうかもう大振りでパンチをブーンとフルスイングでやってましたけどね、はい、でそれがねトモルではねもうまあ反対のやつですから、はい、これが同一人物って思うぐらい、 いや本当にね多分ね最初見た瞬間分かんない分かんない、うん、分かんないぐらい本当に役者ってやっぱすごいなっていうね感じですね。だからはい、まあ、この2人が代表的なんですけど、うんはい、それ以外にもドア玉から登場してるこの辻翔くんのお父さんなんですけどね、はい、辻パパって僕ら呼んでますけど、はい、辻俊夫さんは山際ルナにかちょっと関わってくるおじさんの役で出てるんですけどね、はい、この役はねあんまり変わりへんかもしれない。あカバでもあんな感じあんな感じあんな感じでかカバの時はねほとんど顔がね判別しない感じやから言われたらああって感じなんだけど、うん、もうスナックで酔っ払ってる酔っ払いなんで、うん、またこんなことしてるわみたいな、ね、両方見たらもうでルーナのおばさん役をやってる、はい、泉恵子さんっていうね、はい、彼女はカバではスナックのホステスさんなんですね、はい、役でこれもまたねガラッと違うんで、ね、もうパリッとしたビジネスウーマンな感じのね、うんうん、優しい感じで、はい、チャキチャキした感じのね、うんおばさんを演じてくれてるんですけど、はい、だからまあこの本当に2作品って兄弟って言っていいんじゃないかなっていう作品なんで、うんまあ、一緒に見ていただくとより楽しめるし、はい、そうですね、はいでまあ、カバーはカバーでやっぱ2時間15分あるんで、はい、それなりの深みのあるいろんな話が入ってくるんですけど、トモルは42分なんで、はい、ワンテーマワンイシューで攻めてる感じなんですけど、でもそこにいろんな人の気持ちが絡んでくる作品っていう形になっているので、まあ、ぜひその2つの作品の違いもまた楽しんでいただけるんじゃないかなと思うような形になってまして、今日も、この2つを、ご覧いただくという、形になってるんですけど、これ実は先週、前の週12日に、なんと長崎で長崎のそれも僕が、うん、クラウドファンディングとかやってたお寺なんですけど、うんはい聖福寺という万寿山聖福寺というお寺の、坂本龍馬が多分ここにいたよねっていう、うん部屋で上映会を、やらせていただきました、はい、たくさん来ていただきましたありがとうございます、はいっていう感じになってます、まあ、今後このねセットで全国回っていきたいなっていうことで、うんやっていくことになってますんで、ぜひですね、またこれ見ていただいてる関西以外の方ですね、いやうちでもやってほしいなっていう方いらっしゃったらもう本当にね、声かけていただきたいなと思うんですけども、で、今確実に決まってるやつでいうともう一個あって、これトモルを持っていくためにちょっとやってる部分ではあるんですけど、なんとですね3月25日に東京です。東京行きます。東京行きます。3月25日土曜日、東京の野方って、まあ、中野区の方なんですけど、はい野方の方のライブハウスでですね、なんとこれはですねカムイ映画祭りでやるんですよ。はい上映するのが、まあ、トモルはそうなんですけどそれ以外は、吉尾と、はい大きな気になりたいです。大きな気になりたい。はい、この人出てます、はいはいはい、2人とも出てます。ものすごく重要な役で2人とも出てます、はいということで東京 に, 東京にだからね僕ねまあトモルをね持っていけるっていうのも嬉しいけど、はい、大きな気になりたいを持っていけるのは結構嬉しくて、うん、東京でねやってないかって言ったらその日本移植支援協会さんね、うん、大きな気になりたいは臓器移植をテーマにした、うん日本移植支援協会さんから、まあ、スポンサーしていただいて作った作品ではあるんですけど、うん移植支援協会の講演会の中で、うん、全部じゃなくてあれチャプター3つ分かれてるから、うん、1と2とか2と3とか、うん、1と3みたいな感じで、うん全部フル上映はしてないんですよ、うん、で、一応その1と2とかっていう形の上映とかは東京のどっかでやったりとかしたことはあるんですけど、フル尺の30分は今回初めてなので、ぜひですね東京の方にも見ていただきたいと思いますし、はいまあ、これは臓器移植がテーマって言いましたけど、なんていうんですかねやっぱり臓器移植って一口に言ってもなかなかそのいろんなことが見えない部分があって、
あのなんかドナーとかドナーじゃないとかそのレシピエントがどうとかっていろいろあるんですけどね、うん、あのその事実をまず知っておくっていうことがすごく大事なので、うん、特に大切な人と一緒に見ておいていただきたいなっていう作品だったりするので、はい、そうですね、うん、あのまあ中野のその野方のあのライブハウスは一応ね席数20席っていう形で、まあ、ここであんま変わんない、はい、うん、で、変わんないんですけど、なんとか頑張ったら30ぐらいまでやっていけるかもって言ってるんで、はい、あのまだパンパンじゃないんで、ぜひですね、東京近辺の方もしくは、東京に行くよっていうので25日ぐらいはいるよっていう人がいたら、はい、あの夕方6時から始まります、はい、5時半会場で6時からスタートって形で、だいたい9時ぐらいに終わる、3作品見終わって、まあ、間に僕のトークとかも入れるので、3作品見終わって9時ぐらいに終わるという、スケジュールになってますから、ぜひですねこちら、東京野方の方、カムイ映画祭り2023 in 東京野方というタイトルでやっておりますので、はい、ぜひですねこちらの方にもね、はい、お申し込みいただければ、申し込みはあの、長崎の時と一緒でムービーアットカムイクリエイト .com で、やっておりますので、そちらの方に、お申し込みいただければと思います。はい、3つ見て3000円です。おお、お得、めっちゃお得、もうめちゃめちゃお得です、はい、東京ですよ、うん、東京でやんねんで、東京で3000めっちゃ安いから大阪ちゃうから東京土地で高いねんていろいろかかんねん経費がはい、ですのでまああの恩師はねもう今日の話なんで、そうですね、であそこはもう完全に定員が40席っていう形でもう埋まってますんで、あの今からはちょっとですね今から行きたいねんって言われてもちょっと難しいんですけど、ただあの恩師でやるのもね実はその次もう一回八尾で、うん、大きいとこでたくさんの人に見てほしいなっていうのもあるので、はい、まあ、それのためにちょっと皆さんに見ていただきたいという。こともありますんで、この後またちょっと期待していていただければね。でもちろんあのいずれというか、まあ、あのスケジュール的に、そのタイミングが来ればこのマテリアルでも当然上映させていただきたいと思ってますんで、はい、たまたま今回ちょっと大阪で見に来れないっていう方はもうちょっとだけ待っていただければと思いますね、はい、はい、そんな感じでしょうか、はい、まあ、今日はちょっとあのプレゼンというか、はい、宣伝ですんで完全に宣伝も、はい、フル尺宣伝で言ってますから、はい、こんな感じかなと思いますけど、まま、イエーイイエーイいや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 、いやでもね、あのなんだかんだ言いながらほらあの僕が一作目 の太陽のドロップキックを作ってで、まあ、その時から、ね、マテリアルにはね関わってもらってますし、あのあれですからね、あの制作で入ってもらってますしね、はい、で2作目は出演までして、しかも出演してんのに助監督もやってたもんね、うん、そうですね大忙しい、そう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 なんですよね、だから、まあ、そんなんでいろいろとねあの一緒に今まで作ってきてるこのマテリアルですから、このマテリアルでも当然だからね、かけてたくさんの人に見ていただきたいなと思って、トモールも出てますしね、そうトモールはまたすごかったからね、うんうん、あの予告編見てる人は予告見たびっくりした、わーっていう ねあの予告編がもう4000回回ってすごいな、4000超えたから、うん、俺ちょっと4000超えておおって思ってまあまあ5000はいくんでしょうね、このままのペースでいけば、はい、1万いってほしいな、うん、1万いってくれたら嬉しいな、今のところ4000は僕の中でも最高回数になってますんで、はい、皆さんもっと見てください、はいはい、ということで、カバトモル上映会のお話と、まあ、トモルを、ね、広げていくという中での、はい、カム映画祭りのお話をさせていただきました。ありがとうございました。はい、はいはい、では行きます。はい、次、あゆみ。はい。はい。はい、22日水曜日から26日日曜日まで、はい、うつせのメモリを上映いたします。はい。はい、また後で。そうなんです。僕が言わなかったのは後があるからなんです。はい、後からです、はいはい、で。3月に入りまして、3月1日水曜日から、5日日曜日までがドキュメンタリー映画「愛たちの学校」、コウ・チャンユー監督の「愛たちの学校」です。そして、定期上映が決まりました。はい、毎週水曜日、うん、3月8日から、はい、水曜日から始まります。はい、日浦監督の、はい、吉尾誕生編です。イエーイ、
いやいやいや、これね、最近ね、かけてくれっていう声は いろんなとこから来てたんですよ、はい、見たいっていう声を、ね、いただいてたので、はい、やっと上映できるのが嬉しいです、うん、アクション、はい、なにわアクションムービー、はい、よしお誕生編ということで、はいはい、よしお誕生しますので、はい、ぜひご覧ください、はいはい、5月24日まで水曜日のその期間、3月8日水曜日から5月24日水曜日の期間で10回やりますので、はい、ちょっと抜ける、水曜日もございますが、はい、ホームページの方をご確認ください、はい、そしてもう一つ、定期上映決まりました。木曜日、その次の日ですね、水木と、はいはい、3月9日木曜日から、はい、始まります、はい、川本隆弘監督の傘の下です。もうね、だからね、はい、セットか俺ら。セットか。水木と。はいはい、はい、カバーのね、前作傘の下を、上映したいと思いますので、ぜひぜひお越しください。こちら6月1日木曜日までの期間で、全10回やりますので、お楽しみにしてください。お願いいたします。そしてここまで言うかな、はい、10日金曜日から、12日、はい、日曜日まで、島森の顔ですね、はい、来ました。五十嵐監督、ドンギズメです。吉岡里帆さん、はいね、はい、萩原雅人さん主演、村上純さん、大変公演をされているので、はい、ぜひ見てください。はい、ぜひ皆さんお越しください、はい、あのお時間とかはね、それぞれ、ホームページの作品ページ作っておりますので、そちらの方をご確認いただけたらなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、はい、以上です。はい、ありがとうございました。さあ、じゃあいきますよ。はい、今日のゲッター。はいはい、さあ来ましたよ。はい、はい、もちろんこちら、はい、はい、ランモスレピーノリピーです、はいはい、坂井のりこさん主演の、はい、うつせみの森です、はいはい、こちらの上映になります。これはこれあれですか、まずは予告編見ていただけますか。そうですね、はいはい、では予告編をどうぞ。海沿いの国道を裸足で歩いているところを保護した形で。今までどこでどうしてた。わからない。どこから記憶ないんだ。この人は私の妻じゃないです。どうしたら信じてくれる。 2,3 日過ごしてみてやっぱり別人だって言うんでしたら、まあ、弁護士さん呼ぶとか DNA 鑑定とかを考えるってことでどうでしょうか。主人、かかりつけの精神カウンセラーがいるくらいで私では手がつけられない時があるんです。なんで玄関先の監視カメラが内側向いてさ。え、あなた嘘ついてませんか。一番最初に社長が怪しいって言ってたんですよ。私が戻ってきたら困るんです。どういうことですか。祖父の遺産がもらえなくなるからです。なぜ私を抱いたんですか。お前いつまで優子のふりしてるんだよ。いかんしろ。お前辛い顔すると変に色気ますな。何回私は何だったろう。お前の目的は何だよ。怪しいのは妻の方だと思ってます。あんたの旦那浮気してる。あなた今言ったこと全部本当のことですよね。セミの抜け殻でオスメスが分かるの知ってる。メスが鳴かないの知ってる。メスは鳴けない。はい、終わりました。はい、マンモスレピー。絶対本人聞いたら嫌がるやつですよね。はい、すいません、坂井のりこさん、すいません。はいはい、すごい豪華キャストですよね。ねえ、いやいやいや、本当にそう、本当に豪華キャスト、うん、キャストが豪華すぎて、はい、柄本明さんとか ねすごい。いやいや、本当に本当に、あのご主人役やってるね、あの斉藤さんとかもね、斉藤、はい、うん、すごい素敵です。はい、あらすじ言いましょうか。はい、お願いします。はい、3ヶ月の、失踪後、突然帰宅した妻優子を、夫明彦は別人だと主張。
退職直前の、失踪家刈谷警部は、新人刑事にあの家の防犯カメラは外向きではなく内向きだったと指摘する。夫の、心理カウンセラー山井は、夫は妻の遺産をもらえなくなるから私が戻ってきたら困るはずと相談する優子、優子の前に、夫の女が現れる一方、失踪者を調べるのが趣味のフリージャーナリスト青柳は、はい、島で民泊を営む佐藤に会いに行き、二転三転する物語の行く先を。まずなんで失踪したみたいなね、3ヶ月の失踪の後の、そう、失踪は何なのみたいな ね、 ですね。でここですよね、ここでしょ、ここでしょ、ここなんですよ、ここなんです。僕見てないのに分かるんですそこですよ、うん、そこが実はいろんな意味があり、うん、はい、でその失踪がなぜ起こったのかが、あの鍵になっていろんなことが分かっていくというお話なんだろうなと思います。なんか一個言ったら全部言っちゃいそうな、いやはい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 、いや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 、でも本当に酒井のり子さんのこの演技がすごく、いや、そもそもあれなんですよ、酒井のり子さんって演技には定評あるんですよ、はい、あの素晴らしい演技力を持っていらっしゃいますからね、はい、あのだからまあいろんなことがあって、あの、まあ、そういうお仕事ができなくなった危険がね、期間がねありましたからね、はい、だから久々の主演作ということで、はい、これもぜひあの、まあ、ファンの方ならずともあの見ていただいたらいい作品じゃないかなという、ですね、はいはいはい、ある意味この失踪っていうところもね、酒井のり子さんだからっていうね、なるほどねっていう、なんかその役を酒井のり子さんがやってるっていうところもある意味意味深だなっていうね、はい、そういう作品じゃないかなと思いますね、はい、ぜひぜひうつせみの森、はい、2月22日から26日日曜日まで、はい、上映しておりますのでお越しください。料金は1500円となっております。絶対僕見に来てます、はい、見に来てますドリピー見に来てます、はい、マンボスリピー言ってますよね、はいはいはい、あれですかね、ノリピーなのほら何だっけ、ガラスの、ウサギ、青いウサギあれで俺もうダダ漏れしたかのように泣いたからね、ダダ泣きしたからね、あれシュワしながら、そう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 、喋られないやつ、そうそう、しゃべれない、で大沢たかおがね相手役でね、はい、であの途中で記憶なくしたりしてややこしい話になっていくわけですよもう結婚するいう手前でね、あのこけてバーンと頭を全部忘れてもらって、そんなことあるかっていう興奮状態です、はいはい、すいません、久しぶりにだからノリピン見れるんでちょっと喜んでます、はいはい、ぜひぜひ皆さん見に来てください、はい、はいはいはい、ということで今日のグッドタイムでしたはい、ということでエンディングでございますけども、はい、はい、まあまあね、いろんな作品をね、マテリアルでも、上映していってますから、はい、はい、こういうね、あのある意味力のある作品がね、はい、今後どんどん、こうマテリアルで、上映していく形になりますので、マテリアルのまずサイトをねしっかり見ていただきたいですよね、はい、あとマテリアルチャンネル、マテリアルチャンネルが結構ですね、あの予告編充実してきてて、はい、あの予告編がもうなんか渋滞状態になってるんじゃないかなってぐらい、いろんな作品がね出てきてるんで、今あの割とチャンネル整理していってますから、はい、あのリストとか見ていただくとものすごく見やすくなってくるので、ぜひその辺見ながらねチェックしていただければなと思います、はい、そして今日はオンジでやってますんで、来れない人はその場所から応援しておいてください、はい、そしてあのまた大阪でやる機会、大阪でやれやれって言ってくださいね、あのお待ちいただきたいと。そしてよかったらあれですよ、あの3月25日東京に来ていただいたら、一番早く見ようと思います、そう東京がいいかもしれないね、はい、ぜひ、よろしくお願いしますということで、今日はこれで終わりたいと思います、はい、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、はい、さよなら。